皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか、僕は相変わらずっていうか、ここはものすごく今日本当に真夏日だったんでね、もう30度近くて、もう買い物に行ってね、さあ車の中で暑くてたまらなかったな。もう完全に夏だなっていう感じで、まあ僕夏好きなんでね、それ全然 OK なんですけど、今日はですね面白いものを見つけたんだ、家では、いつもの僕のね、この実家の自然撮ってる時の動画から分かると思うんだけど、野鳥がとても多いんだよ、ここは。いろんな種類の野鳥がいます。でね、今日こういうものを見つけたんだ。じゃん、これ野鳥のね、もうそらく使い、もう使ってもう役目終わった巣だと思う。でまずこの巣の特徴としては、非常にちっちゃい。どのぐらいちっちゃいかといったら、僕のね大好きなファイターズのマスコットと比べるとこんなもんでね。あのこれはもう一個すごいのは、形がほんままん丸なんだね。やっぱ鳥ってすごいんだな。機械で作ったかのようなんだよ。最初見た時にこれなんだ、何かなと思ったのは、テニスボールスパッとこんな風に、まあ、真ん中に来たような感じなんでね。まあうちの兄貴はね、大型犬もう3匹も飼ってるから、まあ犬が、使い潰したテニスボールかなと思ったけど、よう見ると違うね。でこれがすごいのは、どういうもので作ってるかといったら、これが全部もう犬の毛なんだよ。犬の毛を拾って、今バンバン吠えてる犬ね、毛を拾って作った巣なんで、ここにはね、鳥の羽があります。すごいでしょ。やっぱり実家はね、こういう不可思議な発見、たまにあったりします。いいっすよね、これ。ま、巣が落ちてくるのはまあそんなに、でしかもこんな完全な形ではね、あまりないことなんでね、もう今日とても面白い、光景に、もう物語にしました。それ皆さんとちょっと、共有したかったんですね。それでは、また明日、会いましょう。ではね、皆さん今日一日お疲れ様。